い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。まあ、とりあえず火山を噴火させてアイテムをゲットしたところになりますので、次はこの大蛇ですね、こいつをぶっ倒しましょう。ここでも、土偶と同時に大蛇の蛇が出現していると。なんか砥石みたいなのが手に入るけど、ヒットポイントが高い敵に毒を与える。毒かー。お、こいつまたいる。またあったな。イルフィーカーで倒したはず。なるほど、何度でも倒してやる。ノーマルハードか。まあ、このメンツでいいでしょう。初手で A は倒せないからな。やっぱりまずは将来だな。で、こいつを減らしてはおくか。防御されてるといえば防御されてんのか。まあいっか、殴るだけ殴っとくか。よいしょ、大爆弾。これもちょっと嫌だな、ポイズンガス。3人毒ったんだけど、結局毒かよ。ここで A を倒しに行こう。十字山、いや死人ゴケを使っている、こっちの方がいいかな。どちらにしろ十字山は効くはずだから。これで C が倒せればちょっと違うんだよな。二刀十字、ほらほら痛い。うお、毒食らうねー。これなんだっけ。うわそう、この弓ねめっちゃ強いんですよね。ちょっとバイトしたけど、フレームアロー覚えたのかな。フレームアローもね、攻撃力がね高くてね使いやすいんですよ。ここで B かな。大爆弾で、このフレームアロー、これがね強いんですよ普通に。まあ、将来で A を倒してくれてもいいし、 B を倒してくれてもいいし、まあ、どっちでもいいかな。二刀中止、うまくいけば両方倒せるかな。うん、そうだね。一応将来オーバーキルはないのかな。倒せるだけのダメージを与えたら他の敵にきちんとダメージを与えてくれるかどうか。さてここからが本番だよな。どこにでも出てくるよなこのヘビは。あれ最初はなんか召喚するんだっけ。土の呼び声で確か敵を召喚してくるんだよね。で、こいつは大爆弾で攻撃を与えておくか。せいやいた。そう、降ってきた瞬間にねこいつら攻撃してくるからね。で1体倒したいといえば倒したいんだけど、順番がな。ちょっと待って、それだったら二刀十字でこうでこうで、まあ減らしておく感じの方がいいかな。ほらほら
ガードくんだったか。やばい、結構減ってる。よし、これで次 B を倒すでしょ。もうはやぶさ切り以降ちょっともったいないかな。で、こいつはもうこっちじゃなくてカブト割りを使おう。防御力を減らして狙い撃ちの強撃と。で、将来は多分全部あいつにヒットするはずだから、このターンでかなりダメージを稼げるんじゃないか。倒すでしょ。で、おライジングノブア。どうなんだ。さらにそこから兜割りをして、将来ララララララ。お、しかも麻痺したね。これはもうこっちのもんだな。このターンで全ての蹴りをつけよう。ライジングノバ、熱か、ニトリップの方がいいかな。で、どん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 減らしていこう。気合い打ちでいいかな。もう攻撃あるのみだよね。で、フレームアローやって流し切りと。ここは畳みかけよう。将来の麻痺が入ってくれるとすげえ助かる、本当に。おお、いいね。さらに防御力ダウンするのかな。フレームアロー強い。焼き尽くしてくれるわ。ライジングノバをランク1に上げたいな。基本的に覚えた技はね、もうランク1に上げたいんですよね、すぐ。杖も11になったな。多量どん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 吸収させよう。特に何にもない。いや、もう毒とかよりさ、麻痺させた方が全然いいからね。ノコギリが必要か。あ、そっか、これなんかいっぱい手に入るんだっけ。で、こいつらはただのモンスターでしょ。水属性モンスター。水門の上を通ってノルミ周辺境へ行くことができる。こっち行けんの。普通に行けるし。おー、寒そう。ノルミ辺境周か。姫、お寒くありませんかって、そりゃこんな格好してんだから寒いに決まってんだろう。寒冷えますな。ああ、そうか、一応新しいところだからセーブをするのか。ここは東の村。人が住んでいるのね、信じられない。鋼のお守り。おお、さすがにこういう寒いところだとね、脂肪が必要だよね、脂肪が。言ってもな、特に。リングメール。騎士の色にできるけどね。すげえ使うからね、これ。ツイゴールのこれも別に鍛えられないしな。ラメラースーツ。コンバットスーツ強いね。こっちの方が強いし。でもこれあれか、運動性が1上がるのか。もうマイナス3とかひどいよな、運動性。ヤマトはね、だから毎回一番最後っすからね、攻撃の順番が。こっちは何なの。なんかいろいろあるけどさ、敵がいるね、あっちに。ムーアヘッド交易所。
交易路は封鎖されてるよ。はーい。ってこいつはどうせ敵でしょ。なぜこんなところに魔物が出現しているのだろうか。魔物と戦うと何が起きるのだろうかって。これは何、同時走り。小さい子供がやっと通れるほどの細い道、通過は難しそうだ、はあ、この風と波ではこの崖を通り抜けるのは危険すぎます。なるほどね、あっちは行けないと。てかここには何しに来たの。特に何にもないかな。まだ普通に戻って、ノコギリをね作んなきゃいけないからね今は。さてこのぶっ壊れてるところを調べるか。あれ、まあまずは戦闘か。この向こうは帝国の外、世界の果てねって。そんななんだ。ただで通れると思ってんのかい。活動費用に協力してもらうよ。ただの山賊だけど。踏み倒す。これ山賊でしょ、どう考えても。この俺から金を巻き上げようなど。てか別にさ、これ金とかっていう制度ないからね、そもそも。ま、所詮は山賊。ああ、はてなはてなはてなだ。このね、やつがなんだかわからんからね。でも山賊系はね、確かね、間接攻撃するとね、普通に攻撃されるんだよね。だから、一応ちょっと大木弾でつっついてみよう。これで大丈夫であれば。よし、大丈夫だね。多分やっぱ間接攻撃に反応していくんだな。それが分かればあとはこいつを攻め立てるまでよ。こいつはダメなんだ。そうすると流し切りでいこう。これで倒せればかなりでかいな。連撃が発動するからね。いけそうだな。で、5連携。さらにボスマッシュ強い。怒りになっちゃったよ。二刀十字でしょ。でこいつで倒せるでしょ。ちょっと待って、二刀十字じゃなくてライジングノバでしょ。ライジングノバのランクを上げたいから。関節じゃないよね。だ熱次元弾か。ハイパーハンマーだな。すっげえ使うな。こいつの攻撃をどうするかだな。デタラメアもな、ランク1にしときたいな。多分ね、 C はね弓の攻撃になる前に倒せると思うんだよね。これでいけるっしょ。バンプさせるとさ、連撃発動しねえじゃん。まあいいんだけど、これで倒せるから。そういうことか。よし、斧13。もう基本的には将来を強化していけばいいでしょう。運動性、体術の回避、あれ管理組合とかいうのが今度出てきたよ。なんなのこいつら、みんな山賊じゃねえか。もう踏み倒してやるよ。管理組合のくせに全然管理されてねえかんな。
海賊だし、今度は山賊じゃなくて、狙い撃ちでいいかな。空気投げってね、そうスタンになる可能性があるんだよね。やばい、あー危ない危ない危ない。いったいったいったい。こいつの関節技はわかんねえな。音速拳をちょっとやってみるか。あとはかかと割り、かかと切りでこいつの素早さを下げよう。これでどうだ。最悪反撃を食らうかもしれないけどしょうがない。おお、リザーブ解除 OK。そうそうそう、あいつが下がってるから、念には念を入れて二刀中地で倒そう。あとはな、 C もついでに倒せればすげえいいんだけどな。しかも稲妻キックってめっちゃ強そうなんだけど。まあこれで連撃を発動するでしょ。さすがに倒せはしないよね。稲妻キック一体バンプした、マジか。うまく使いこなしてきたな。いやでもさ、踏み倒してるおかげでさ結構強くなってるよね、こっちも。こういうの全部もらえるし。おお、あっちに行けた。てかさ、別に橋壊れてたわけじゃなかったんだね。壊れていけねえじゃんって思ったけど。北東海外、なんかすげえところに出てきたな。帝国の外、領土の外だと統治が行き届いてないのかな。でもさ、この世界さ、あんまりさ治安がいいとは言えないよね。なんだこいつ、おい大丈夫かお前。人が姫を誘う罠かもしれません。放っておいたら沈んでしまう。モンド厳しくねえか。沈んじゃったよ。特に選択肢がないのに。入ってみるって何、入ってみるって。ちょっと先に町に行こう。アウトポスト駐屯地か。あーなるほどなるほど。特に何もない。それでどうするこれ。ちょっと入ってみようか。泥に浮く石、何これでよかったのかしら。いやだってさっきの人さ、別に助けるとか助けないとかなかったからね。バトルバトルって、ちょっとバトルしてみる。イージーだし大丈夫っしょ。さっきの人どうしたの。本当に沈んで終わり。謎すぎる。もう一個沼があって、先に石を手に入れてから来るのかな。なんだこいつそもそも。あー、エレメンタル系か。将来をまあ使うか。
超重力をかけてくるね。その前に倒しておかないと。超重力って3ターン栄翔かかるからね。ここで B を倒すことができれば、連撃も発動するし、なかなかいいと思うんだけど、やっぱりね、術はね、やられる前にやると。え、何これ。え、栄翔短縮とか。ずるい。無駄なことだったな。これは将来の出番はなさそうだな。ハイパーハンマー使おう。あ、ライジングノバ使っておけばよかった。二等十字はめちゃくちゃ便利だね。使いやすい。まあ、コストが1減ってるっていうのはあるけどさ、でさ、ここに来たけどさ、どうすりゃいいんだそもそも。まあ、これは多分フリーバトルでしょ。まあ、そうだよね。じゃあ眺めるだけ眺める。結構広くね。何このマグマ。あれ、ここに町がある。知らざれる村、ちょっと入ってみようか。何か情報をくれるかもしれん。何もありゃしません。何がしかの神の祠がある。お魚を捧げると良い。お魚なんて持ってないよ。スターストーン、なんか良さそうだね。このマグマはなんだ。地獄門。はあ、バトルだし。あ、桜がある。ここすごくない。なんかどういう地域なの。山師たちの拠点。気が向いたら鉱山開発に協力してみるのもいいでしょう。え、何それ。特に。え、何鉱山開発って。ちょっともう一回入ってみよう。何にもなしか。ちょっといろいろと広すぎるんだけど。まず魚だよ魚。あ、あそこに漁師みたいなのがいる。大地の牙。魚恵んでもらおうぜ。魚を恵んでください。一匹も釣れてないのか。浅めのところで引いてみて。そこを引きずるように引いて。俺釣りとかさっぱりわかんねえし。浅めかな。お、やった。一匹目をいきなりくれんのか。すげえいい人だな。で、祠があるって言ってたよね。祠。これは何？氷の壁的なやつ。いけねえじゃん。奥の方まで行かないといけないんだな、きっと。雪小屋。帝国図書館員。はあ、なるほど。簡単にさ、そういうとこまで来たよね。歩いて。で、これは何？精霊の泉。結
結局バトルだな。これは万年桜、これもバトルだね。なんだ、基本的にバトルしていけばいいのか。これハードだしな。ちょっとノーマルの方のバトルからやってみようか。万年桜、花がいっぱい、桜と雪。いや、こんな寒いところじゃ咲かないよ、どう考えても。魔の気配がする。なるほど、こうやって一個一個調べていくんだな。底なし沼の人未だに気になるんだけどあいつマジ何だったんだ。敵がいっぱいいる。こういう時はまあまず将来だろう。多分ね、キノコ系だから大爆弾がね効くと思うんだよね。12345、5対5か。痛い。え、花粉とかすげえ厄介そう。うわー、めっちゃまひった。大して効かなかったし。これマジで厳しいな。次元弾使おう。もうこれは次元弾にかけるしかない。いいでー。おーか、どうだ。ん、一匹も倒せないか。あ、そりゃそうだよね。どうしようかな。狙い撃ちでこいつを倒そう。まずは流し蹴り、こうやればあれだね、結構連撃が発動しそうなポイントになってるけど、まず将来が来るでしょ。ポイゾナバストが来るけど、これで少しでもダメージを与えたい。で倒した。あれ、あいつ麻痺ってるけど。お、麻痺治った、すげえ。狙い撃ち、お前か。どうせなさい。 D とか E ちゃんとさ攻撃してくれたら嬉しかったのにな。待てよ、こいつまずやっとこう。でもこれ気合い撃ちだな。B で狙い撃ちで D で最後にこいつを倒そう。一番後ろのやつを。でまず音速圏で解除できるかどうか。どうだ、よし、オッケー。あ、そうか、でもこれで連撃発動するのか。連撃の連撃だな。こうやって連撃を重ねていけばミッションとかもいけそうだけど、狙うのはなかなか難しいんだよね。均等に減らしていかないといけないから。まあとりあえず2つは手に入れたか。これでどうなるかだよな。かっこいい。え？千万の花弁手に入れたようですな。ああ、そういうこと。あれ？俺どうすんだっけ？備忘録で見れるんだよな。材料、何か力を秘めていそうなものを集めよって。アバウトだな
というところで、じゃあ多分こういうところを戦っていけばアイテムが手に入りそうなので、次回はこのアイテム集めからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。